声優×麻雀プロの二刀流伊達選手の強さとは、2021-22 シーズンよりコナミ麻雀ファイトクラブに所属し M リーグに参戦している伊達選手。参戦初年度に当時の M リーグ最高打点を叩き出し、翌年には個人 MVP を飾るなど、話題に事欠かない選手ですが、どんな選手なのか、どうして強いのか、きっかけとなる出来事や対局を振り返りながら紹介します。きっかけはアニメ麻雀との出会いとプロ入りまでの軌跡。まず伊達選手はなぜ麻雀に出会い、そしてプロになるほどにのめり込んでいったのか。そこには伊達選手のもう一つの顔である声優の仕事が大きく関わっています。高校生の頃、声優になりたい夢を持っていた伊達選手はアニメ「サキ」を見て、麻雀のルールもわからないながらに面白いと感じ、これが麻雀との出会いになります。夢を追って上京した伊達選手は友人とセットを組んだりしつつ麻雀を楽しみます。そんな中、声優事務所に入って初めての合格はなんと「サキ」だったのです。伊達選手本人もこのことについて、感動的じゃないですかと語っていますが、実はオーディションで麻雀が大好きです、不敬さんもバッチリできますんで任しといてくださいと、通常の声優オーディションではありえない挨拶をして猛烈なアピールをして掴んだ合格。この時からすでに声優×麻雀プロの姿に向かってるかのようなストーリーです。その後2018年にメンバーが集まらなかったことから競技麻雀店に入った伊達選手は衝撃を受けます。さっき切ったパイについて無限に話す人、配信や状況を細かく記憶する人を見て、全然打ち込めていなかった、もっともっと深い世界なんだなと感じた伊達選手は、そこからどっぷり競技麻雀にはまっていきます。本気でやっていることを知ってもらいたいという思いから、2019年に日本プロ麻雀連盟でプロデビューを果たします。声優さんがなってみたではなく、麻雀プロとして活動していることを伝えたい。プロデビュー数ヶ月後の伊達選手はそう語っていましたが、その後まさにその言葉を体現していきます。にわかには信じがたい、コナミ麻雀ファイトクラブからのドラフト指名。プロデビュー直後、次団体内タイトル戦である第6期 JPML WRC リーグでは、予選から多くの勝ち上がりを見せ、なんと決勝進出を果たします。決勝戦では敗れるも、その健闘は業界の話題となりました。そして2021年、伊達選手にとっては参加資格的に最後のチャンスであった第1期往来戦、ここで悲願の初タイトルを獲得します。同年に参加した EX 風林火山ドラフト会議指名オーディションでも、優勝こそ逃したものの168人中8位、女性プロでは1位としっかり成績を残しています。この成績から周囲は M リーグ指名あるんじゃないと沸き立つも、当の本人は指名されることは想像もしていませんでした。ドラフト会議当日中継を、コナミの1巡目は滝沢さんだろうなと見ていると、自分の名前が呼ばれた伊達選手は最初は理解が追いつかず、手が震えるわ、涙が出てくるわで、にわかには信じがたいとパニック状態でした。このような経緯で歓迎されながらコナミ麻雀ファイトクラブに加入した伊達選手ですが、一方でプロ歴の浅さや声優という仕事から厳しい声も上がっていたことは事実です。しかし伊達選手は1年目からこの厳しい声をかき消すような大活躍を見せるのです。大型新人現る、初年度から大注目。伊達選手のデビュー戦は10月8日、海選手、朝倉選手、沢崎選手との対戦でした。同じく新加入の海選手もデビュー戦であり、非常に注目の集まる試合でした。本一局、沢崎選手の先制リーチを受けながらも追っかけリーチをかけます。受け入れ打点も高くない手でしたが、ためらいのないノータイムリーチで潔さを見せます。本4局時点で52,200点持ちと、沢崎選手の一人舞台になりそうな試合展開でしたが、ここから伊達選手は8900、5200、12000と3連続でルミ選手から上がり、ハネマンレベルの手をもう一度上がれれば沢崎選手に追いつくというところまで猛追します。そして南3局での宝珠もありしも茶の朝倉選手と2800点差の2着目で南4局を迎えます。逆転の可能性がある手がハイパイ時点で見えた朝倉選手が風呂もしつつ積極的に手を進める中、伊達選手は自身の手には不要なパワー1を持ってきて昇降すると朝倉選手の現物を切ります。自身の手が上がりにくい形になってでも朝倉選手の転敗を嫌っての選択でした。その後自身も形式転敗を入れ、デビュー戦は2着での終了となりました。南4局の思考について、自身の手や場の状況から、ワンズ筋で唯一残っているウーパー1は切れないと、デビュー戦かつどうしても転敗を取りたい場面でも冷静な判断をしていたことがわかります。合わせて絶対降りない、ここは粘り気をと強気な思いも一緒に持っていたようです。この一戦を楽しかったと語ることからも、声優として大舞台を経験してきた
伊達選手だからこそ喉強も垣間見えます。結果こそ2着ではあったものの印象に残るデビュー戦となりました。この試合の反響を一つ一つの選択にこれだけ反響があるんだと驚きました。友人や先輩からも内容がすごく良かったと言ってもらえて自信につながりましたし、あの初戦があったから落ち着いてプレーできるようになったと思いますと後に語っており、伊達選手にとっても思い出深い対局となっていました。初トップは10月22日デビュー3戦目、秋選手、岡田選手、魚谷選手と熱い女性同士の戦いに注目が集まります。2着の秋選手と1万300点差のトップ目で迎えた南3局、岡田選手のリーチを受けた伊達選手は、岡田選手の上がり牌であるウーワンを持ってくると数ランコウのテンパイを崩し降りを選択します。果敢に攻めたと思えば降りるべき場面ではしっかり降りる。メリハリのある伊達選手の麻雀は早くも M リーグファンの心をつかみました。そして迎えた11月18日、伊達選手は M リーグの歴史に残る快挙を達成します。魚谷選手、勝俣選手、黒沢選手という手強い相手が座る第1試合、トン2局から5連続で加点を決め、どのような手が来ても毎局前に出る積極策でプレッシャーをかけながら試合を進め、南3局トップ目の黒沢選手をまくるホーラーを皮切りに、そこから怒涛の6局連続上がりを見せます。特に4本場で見せた激レア役のリャンペイコ、親ハネマンで9万点を超えると視聴者も大興奮で、化け物すぎる、魔女誕生、もう行くとこまで行けとコメント欄も大盛り上がり、解説席からもこれ久里さんでした、女版久里と声が上がるほど突き抜けていきます。5本場で親満願を積もり、いよいよ10万点を超えると解説の土田プロも、はい、素晴らしいと賛辞を送ります。最終的には10万5500点で試合終了。当時最高スコアであった久里選手の9万8200点の記録を破り、 M リーグ初の10万点台トップ、最高スコアを更新し、記憶にも記録にも残る試合となりました。全22局の長丁場で9回の上がりを決め大勝利を収めますが、伊達選手の勢いはまだ止まりません。1週間後の11月25日には個人3連勝を決め、この日の終了時点で一時的ではありますが、個人成績1位、最高スコア1位、4着回避率1位タイと3部門でトップの状態になります。その後も好成績を維持しつつ戦った伊達選手は、個人成績1位は水原選手に、4着回避率1位は大井選手に譲ることになりますが、10万5500点という点数は抜かれることなく見事最高スコア賞を受賞します。個人成績も4位とはいえ269.5ポイントと1年目の成績としては申し分ないものです。閉会式で伊達選手は、今シーズンは M リーグデビューイヤーということで、ちゃんとこの子打てるのかしらみたいな方も最初いたかと思うんですが、個人としては出来すぎなぐらい最高のデビューイヤーとなりましたとはじめ、まだまだ強くなれると思ったこと、応援の声を何よりも感じたこと、そして来シーズンも戦えるのであれば優勝を届けたいことを力強く語りました。2年連続タイトル獲得、止まらない伊達ちゃん、フィーバー。2022シーズンの開幕式前の取材では、去年は緊張しすぎて倒れそうなぐらいだったんですけど、今年はリラックスした気持ちで開幕を迎えていて、思い切り自分の力が出せるといいなという感じですねと落ち着いた様子で語り、そのまま開幕初日の2試合目に登板すると、早速解説席も視聴者も含め見る者全員を驚かせる特大の上がりを見せつけます。この日は昨年 MVP の水原選手、大敗を喫した来年の本田選手、昨年2位となったフェニックスの近藤選手と、それぞれに気合の入ったメンバーが揃います。試合は水原選手と伊達選手がトップ争い、本田選手と近藤選手が3着争いの様相で迎えた南2局、伊達選手は道中テンパイ取らずもしつつ手を進めていき、数アンコウのテンパイにたどり着くも一旦はだまて、しかし近藤選手から仕掛けが入ったことで手を止めるべくつもぎりリーチをかけます。この時点で上がり牌は4枚山と絶好、これは積もった、上がる未来しかないと実況の日吉プロのテンションも最高潮でした。さらに近藤選手が仕掛けを入れ転敗した刹那、伊達選手の「積も」の声が響き、同時に「積もった」「数アンコウだ」初日からと日吉プロの絶叫が響きました。この日行われていたパブリックビューイング会場の様子が映ると、ファイトクラブファンだけではなく会場全体が大盛り上がりしていました。麻雀やるために生まれてきた女、伊達選手を選んだ監督のスカウティング力、ファイトクラブの今年のキーマン、鮮烈な印象を昨シーズン残したと実況解説席の土田プロと日吉プロは、その後2局の間も伊達選手についての話題が止まらず、試合はそのまま伊達選手のトップで終了します。試合後のインタビューでは、やっちゃいましたね、去年親で数アンコウを降りて話題にしていただいたんですが、
まさか今年初日に取り返せるというか迎えに行けたので嬉しかったです、と笑顔で語り、目標について聞かれると、チームとしてコナミに恩返ししたい、応援してくれる皆さんに恥じない、面白く良い麻雀を打ちたいなと思っております、と前向きなコメントに、今年も何かやってくれるんじゃないかと M リーグファンの期待も高まる一日となりました。レギュラーシーズンの戦いは11月14日にトップを飾り100ポイントを超えると、その後も大きく崩れることなく常に100ポイント以上をキープし続けます。さらに1月16日に大トップで200ポイントを大きく超えると、その3試合後には300ポイントを超える大活躍を見せ、ついに12月8日から個人成績1位を守り続けた本田選手を上回ります。レギュラーシーズン終盤にはくしくも開幕戦で同宅していた水原選手、本田選手と個人成績1位の座を争い、それぞれのレギュラーシーズン最終試合では3選手が同宅するも伊達選手が暫定 MVP のまま翌日の最終日を見守ることになります。遠投でのトップ、大トップで MVP の可能性があった松ヶ瀬選手、勝俣選手、園田選手のうち松ヶ瀬選手と園田選手が連投に奮起するも伊達選手のポイントには届かず、320.2 ポイントを獲得した伊達選手が個人スコア賞を受賞することになりました。麻雀プロになって4年、 M リーグ参加から2年で連続のタイトル獲得という活躍に、視聴者はもちろん周りの仲間たちも驚くばかりですが、ファイナルシーズンを終えたチーム成績が2位と優勝を逃したこともあり、 MVP のメダルをかけた伊達選手からは心の底からの笑顔は見られず、麻雀の内容について反省点が多かった、頼もしいチームメイト3人に頼る場面がスコア以上に多くて、自分も4人のうちの1人としてしっかり戦力になっていきたいと感じる1年でした、と謙虚は言葉ばかりが続きました。伊達選手の強さは学んでいく吸収力、自他ともに認める負けず嫌いな性格、そしてこの謙虚さに裏打ちされたものです。試合に出れば X のトレンドに必ず伊達ちゃんと出てくるほどに注目される伊達選手、現在開幕中の2023シーズンでも史上初の開幕から4連勝の快挙を成し遂げると、100ポイントを下回ることなく現在個人成績は3位、2年連続の MVP がもしかしてあるのではないか、伊達選手ならやってくれるのではないかと、そんな期待が出てきてしまいますね。麻雀プロは伊達選手をどう見ている？さて、視聴者からのコメントは SNS など大方で目にしますが、同業の麻雀プロからはどのようなコメントがあるのでしょうか。複数の選手が伊達選手について語っているので、最後にそのコメントを取り上げていきます。中林選手は同宅時のことを振り返って、めちゃくちゃテンポが良くてテンパってるかテンパってないかが分かりづらくて、すごいやりづらかったね、あれめちゃくちゃいいんだよ、それって超大事、あれってかなりの武器なんだよね、と打ハイスピードについて言及しつつ、伊達選手の強さについて話しています。近藤選手は初年度の戦いを見て、攻めにしても守備にしてもすごく勉強はもちろんしてるし、経験年数が浅い割に到達度が高い、目を見張ったのはやっぱり守備力の高さ、あーこれやめるんだっていう、通販校から回った曲だってあったじゃん、あれはもう衝撃、と守備力に注目しています。大井選手は土田プロと共に、選択していく嗅覚がすすどすぎて感心しっぱなし、序盤の6巡目までの手順もいい、いろんな人のいろいろなところを似せてきているなと思っている、普通は真似すると器用貧乏になってあんな成績でないのに、伊達さんは違う、時には久里よりポジティブで時には僕よりネガティブ、と2人で序盤の手組みや吸収力を絶賛していました。長い間麻雀プロとして活躍する先輩からも称賛のコメントが多い伊達選手、色物扱いされてしまいがちな声優と麻雀プロの二刀流ですが、むしろ麻雀に興味のなかった層まで取り込む力、そして確かな麻雀の実力で参戦当初の厳しい声もひっくり返す力を持つ魅力的な選手です。謙虚な姿勢で学び続ける伊達選手は今後もさらに成長し続け、見る人をワクワクさせる選手になっていくでしょう。このチャンネルでは麻雀に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。